自分で YouTube なりテレビで発言できるんだから、記者会見すればめちゃくちゃ済む話なんだから、うん、それをしない松本さんに対して叩くべきとしか思えないよ、うん、都合が悪くなったら会見せずに弁明しないなんていうのは、うん、あのこれまでテレビという公共の電波を使っておそらく何十億円稼いできた人がね、うん、都合が悪くなったらテレビの前でカメラの前で喋らないは、うん、徹底的に叩くべき。まあまあまあ、まあ、うん、そうね。それは叩くべき。何を言ってるんですかと。あなたはテレビによって有名になったんだから、うん、ね、こういう疑いがかかったら言いたいことは法廷で言うんじゃなくてカメラの前で言うのが、うん、それがファンの皆さんに対して国民の共通の財産であるテレビという電波を使ってお金儲けをしてきた松本さんの、ね、それはもう義務に等しいものでしょ。それそうだな。そういう形にしないとね、こんなの裁判なんてどう考えても松本さん言ってることは明らかにもう何言ってんのって話なんで、うんうんうん、だからそのテレビがちょっと偏ってるのでね、うん、だからこのインプレッションもそこまで低いのも、うん、これいろんなところのテレビは圧力いっぱい持ってるから、うん、そういう圧力で今回広まってないのかなって気もします。なるほどね、うんうんうん、どうなんだろうね。だからでもなんか松本人志に関してもこいつらも芸能人なんだからもうテレビで全部やり合えばいいと思うけどな、うん、もうテレビであろうがネットであろうが、まあ、直接会ってやり合うのが一番話が早いよね。まあね、一番健全なのはもうブレイキングダウンみたいな感じでドーパちゃんのが一番いいんだけどね。いやでも本当にこれで、まあ、松本さんも A 子さん B 子さんの顔が分かったとは言えると思うのね、まあ、どっちの法廷で認めてるわけじゃないから、うん、でもこの二人を見てっていうか、まあ、もうまっちゃん分かってるじゃんって。もともと知ってると思う。知ってるよね。だって小沢さんが連れてきた子で小沢さんに聞いたら分かるわけで、ね、分かる、うん、だからもうだって小沢さんと同じ事務所なんだもん、うん、ホリプロね、うん、だからちょっとあまりにも何もだから昔はさ、そうホリプロの前とかさ、うん、まっちゃんのいる前に行って取材陣がさ詰めかけたじゃん、うん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 、少なくても籠池さんの時までやってたでね、森友学園の籠池さんのいる前にみんな行ってたやんか、うんうんうん、だからまあそういう意味ではいつの間にそれをしなくなったのかも分からへん。それがいいかどうかは別にしてね、うん、なんか変わってったよね時代が。本当に今までだったらなんか犯罪者の家にインターホンを押すのも OK みたいな時代だったのに、どん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 なんかインターホンを押すのは良くないみたいになってる。そうなのよね。もうよく分かんないんだよね俺も。だから本当に流れがよく分からない。ちょっとここからは、うん、それ文春の情報は喋れるとこまで出ないけど、うん、なんでそんな情報来た、うん、俺のところに。そうそう、それみんな聞きたいよ。いや喋られへんかったらいいけど、いや依頼がね来るんですよ。いやだからどっからどういう状況に来たの。例えばそのじゃあ松本人志のじゃあこれ松本人志のことじゃないからね、松本人志のマネージャーがいますと、うん、でマネージャーが今こんな感じになってるんですけど、どうやったらこの件解決しますかねとか、どうやったらこういう風にできますかねとか、こいつら痛い目見せたいんですって言われた時にやれることが結構あるじゃん。まあ、ツイッターで拡散したりとか、まあ、こういう YouTube でやったりとか、そういうのができるから、あじゃあ俺やろっかって言った時にお願いしますって言われたら、ああじゃあいいよやるよってなってそのままやったりとか、まあ、それはもちろん、リスクがあるから、リスクからもなんかじゃあもちろんこれねお金ちょうだいと、うん、でもらってっていうのもやってるし、逆になんかもう本当に仕事にやな、まさか本当にもうあとどうしようもないと、自分じゃどうしようもなくて助けてほしいみたいな話とかも来るから、それこそこの後ね、多分もう少したら出ると思うんだけど、まあこれはね、やらかしたこととかで逮捕状が出るんですよ、うん、でその件とかでもう本当に私困ってると、そういうのが来て、じゃあこういうやり方でこういうふうに解決していこう、じゃあこれはネットの力を使わないでこういうふうにやろうとか、まあ、本当にいろんなやり方を考えてやってるけど、いや、うん、もうちょっと今質問に対しての回答が全然それてるから、いやいや、もうそれ言われへんから、いやだから今回の件は、うん、なぜ知ることができたのかなのよ。このエアコン俺が知ることができたかってこと。そうそうそう、あもう仲いい記者がいて、その記者に対してその記者に対してお前ちょっとこの件聞いてこいよって言って、それで聞いただけ、うんうん、ということです、うん、もうシンプルドシンプルマジでそういうことよね。そういうことで、その文春の記者は、うん、社員それとも契約社員、あ社員のやつ、うん、文芸春秋社の社員の方のやつ。これ文芸春秋社っていわゆる週刊文春の記者っていうのは、うん、いわゆる中村龍太郎さんみたいにフリーランスで契約してる人と、うん、文芸春秋社っていう会社の社員と両方あるんだけど、うん、すごいなでしょ。でも編集長仲いいでしょ。もう仲いいっていうか仲いい
親しい中にも礼儀あるよね。おお、うん、はいはい、それは俺はこの件について、実は松本人志さんの件については、うんうんうん、一切その編集長の、うん、あの武田聡君には、うん、一切聞いてない。あ、そうなの。俺が聞いたのは、うん、あの木原誠二のことは聞いたいや聞いたっていうか、木原誠二官房副長官のことに言ったら政治の案件だし、ガーシーが触ってた案件だし、うん、あ、彼が編集長に就任したのが去年の7月だったんで、うん、あ、編集長になったら武田君すごいねと、うん、木原さんみたいなこんな政治のね、もうバリバリもう一番日本である意味力ある人のこういう悪口っていうかスキャンダル書いて殺されへんかと、うんうんうん、まあ第2弾から言ったんだよね、うんうん、前の編集長が1段目行って第2弾からずっと打ち続けたっていう、うんうん、だから武田君すごいよねっていう話をした程度で、うんうん、そっからについてはだって俺が武田編集長に聞いてやで、うんうん、言えなかったりなんか漏らしたりとかすると、うん、俺は武田君に迷惑をかけたくないわけ。おお、そうなんだ。武田編集長には世話になってるし、うん、ていうかそんなことをしなくても、うん、俺たちの間には友達だからとか仕事がしてるから、うん、なんか一切の手加減とか手心を加えてほしくないってことだね。おー、なるほどね。それがあるから別に俺は武田編集長に対して、ただ彼の性格は俺よりもさらに正義感が強い人やから、しかもかつ詳細に調べるからね、うんうんうん、だから俺は今回の松本人志さんの件についても、うん、まあ、ファクト、いわゆる事実は完璧やと思うよ。その事実をうまく使ったり使わなかったりすることによって、うん、社会にうまく印象を与えることだけは文春の得意技では、うん、それは得意技では、うん、特にこの松本さんの件は吉本興業と万博とのつながりまであるから、まあ、ある意味維新までの大阪というか日本維新の会とのつながりもあるから、うん、それはデタラメなことは、これは俺ファクトではデタラメなことは書いてないと思っている、うん、デタラメではないけど悪意のある記事かどうかっていうのは話は別で悪意はむちゃくちゃあるよでもその悪意があるのは何とも言うけど、文春に悪意があるだけじゃなくて、うん、国民に悪意があるのよ、まあまあまあ、俺も含めてね。国民の悪意をこうそそり立たせてるのは文春であっても間違いない。まあでも うん、どっちなのかってなるわけ。いや俺も文春も俺の、うん、データがあるわけよね、うん、だから俺も NHK の、ね、報道局にいたから、うん、やっぱりその数字取れるものは世の中のそういう、なんだろう、スキャンダルだと、うんうん、結婚の話なんて1日で飛んでまうけど、うん、離婚の話はね1ヶ月でも2ヶ月でも数字取れる、伸びるんだよ、飛べるんだよ。そう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 、ね、もうね、子供が生まれたって話は一日で終わるけど、うん、自殺したとかなると、うん、やっぱり引っ張る見るのよ、うん、でそれぐらい世の中の人間というのは下世話なものなので、うん、テレビ局が作ってるんじゃなくて、うん、テレビ局だって出したら数字が跳ね返ってくるから出してるだけの話で、それは文春だって同じなんでね、うん、それは本来は今だったらそのもっと政治の裏金の問題とか投票率が 50% しかないとか、うん、そういうね、あの問題、例えばもうそれこそ俺と大津の争いとかが記事になった方が本来はいいんだけど、うん、そんなことをしたところで国民はほとんどそれにお金を払って見ないから、だからその正直こんなの松本人志さんの下のことなんてどうでもええのよ、うん、もちろん俺はもう全くどうでもええの。この国に何か影響するとか、うん、まあ、影響はあるかもわからないけど、ないもう本当にどうでもええような話を国民がめちゃくちゃ関心を持ってる、はいはい、国民が関心を持ってればテレビもやるわけ、うんうん、だから俺は分身が折れてるのもこの国の国民の中にあるそのスケベ心というか人の不幸を知りたいっていう感情が全ての原因やと思ってるよ。まあまあまあ、それはまあ確かに、それはそれで言っちゃったら国民が悪いね、うん、だからそこはそういうものなので、うん、繰り返し言いますが、この対談に関してけしからんと思う人はここで主張をやめて二度とこのことについては喋らないでください。コメントも書かないでくださいだって偽善者やんな結局。これ俺たちがやったことをまたその別の角度でやってさ、立花さんがこういうこと言ってますって言って、うん、結局 YouTube こすって金儲けしてる人は、うん、もう最悪やし、それを見てる人間はもっとさ、まあまあもうそういう人たちがおるからね、うん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 、まあ結局だからお前らが見るからこういうことになるんだよそうだよな。でもまあそれ見たいという欲求を満たすのも国民の知る権利やからね、うん、でも逆に見て叩いてるやつら見ると、あ、こいつら本当にこれしかやることないんだなって逆に思ってた。そうで、暇やから、そう、めっちゃ思う俺は。そう、そう見てそれに叩いてると、あ、やることねえんだなと。だから自分よりもかわいそうな人を見つけ出して自分が優越感に浸ろうとしてる人、うん、そう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 。ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天
天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、ウィンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お客にさ多分ないの、女性の方もっと愛情あって自信よ、お客はもうこりぼりよ、一人で始めた放送局、NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテックアップ。